まずネザライトのクワは、2031ブロック。耐久値と一緒だね。耐久3をつけたキノクワは、182ブロック。足元にも及ばないね。続いて石のクワは、496ブロック。金のクワは、116ブロック。お前船降りろ。鉄のクワは、1009ブロック。だいたい半分くらいか。耐久3のダイヤは、6642ブロック。クワは鉄に耐久3をつければ十分そうだね。ネザライトの半分の耐久値って考えるとコスパいいな。